YouTube メンバーで来ちゃいました。かもじますです。はじめしんちゃんです。後輩のけいちゃんです。ふみやです。今日はなんとこのメンバーで講習会に行きます。はい、初めてのYouTubeメンバーでの講習会ということですが、なんと長野県のこちら、はい、安岡村に来ております。はい、まあ、僕たちはね毎年来させてもらってるんですけど もう今回はね船部選手がまあ不在ということもあったのでね、YouTubeメンバーで来ちゃいました。はい、意気込みお願いします。今日フェミの代替新ミーとして頑張ります。はい、どうですか。はい、ありがとうございます。今日が思い出になってくれるように頑張ります。頑張りましょう。はい、フミーとして頑張ります。一緒やん。YouTube 見てくれてる人からすると多分ね、この辺のメンバーその、ね、指導できんのって思う人ね多いと思うんですけども、なんだかんだねこう皆さんこう指導歴、まあ、選手だけじゃなくて、ね、指導歴もある人たちばっかりなので、まあ、子供たちにね一つでも多く何かをね伝えられたらなというふうに思うので、今日一日暑くなりますが怪我なく頑張っていきましょう。はい、で今からね学校の方に向かいたいと思います。レッツゴー。暑い。暑い。簡単に、いや俺の動きに合わせて体を動かしてもらったので、はい、ケイちゃん囲んで、ケイちゃん囲んで、はい、じゃあ簡単にオーソドックスな体操を、せーの、はい、これ何か、何を意識しないといけないかっていうと同じ姿勢できたらね、あ、オッケー、完璧、ファイトファイト、これをテンパル。また押された。どうやどうや。うまいよ。うまいね。うまい。お、いいね。手でキャッチしてるみたいよ。惜しい。こっから戻す力、この戻す力をボールに伝えるっていう。やると、このひねった状態からだから、ここでもすでに力が溜まってる。戻してあげるっていう形でやるとボールは簡単に飛ぶんで、結構ね、手で使うかも。そう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 、いつもいいここのバランスをラケット、ラケット一歩入れたまま構えてもらって、このまま一回やってみる。
じゃん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 。狭いよ狭いよ、スタンスが。スタンスが狭いよ。じゃあ、オッケー。もうちょい、もうちょい。よいしょ。はい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 。オッケー。じゃあ、今日の意気込みをお願いします。これから行こう。まあ、しっかり打てるように頑張りたいです。頑張っていこう。しっかり打てるように頑張りたいです。頑張ろう、しっかり教えるね。今回の講習会でレベルを 何段階か上げたいです。10段階くらい上げるか。貴重な機会なので、いろいろ聞いてレベルアップしたいです。どんどん聞いてください。教わったことを意識してこれからも活かしていきたいです。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。いきます。せーの、頑張るぞ。おお、いいね。今日の意気込みをお願いします。どんどん質問していきたいです。待ってますからね。楽しみながら頑張りたいです。はい、台本通り精一杯やりたいです。よし、頑張っていきましょう。頑張るぞ。おお、まあ、ありがとうございます。ひねり戻し。めちゃいいね。これ回れない子は多分止まっちゃうと思うんだよね。こうやってそういう子はトリプルアクセルにしてもらって、あのトリプルアクセル成功するまでやるぞ。一回転しよう、一回転。はい、おお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 めちゃくちゃ音いいな。めちゃくちゃ音いいな。オッケー。うまい。うまい。はい、回転するよ。はい、左足にも。どういうこと？はい。お、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。めちゃくちゃうまいね。よっ。オッケー。うまい。うまい。回れてるよ。オッケー、オッケー。目が回りそう。あー、いいね。で、回ってみ、回ってみ。はい、じゃあ、しんちゃん。そう。はい。いいね。オッケー。離して、力を抜いたら、ここで一回力を抜くのが今みたいに体がよろけちゃうと頭もよろよろと締まりと取って、ここ甘いね、ここ。
ドライブができたらカットもいこう。ドライブもできたらカットもいこう。すごい。こういう感じで、こういう感じで大事なのは目標物。こんなスピードもいらないんですよ。こういう感じで、ね、みんなやっていきましょう。今日の講習会の意気込みをお願いします。頑張ります。楽しみます。少しでも自分のものにできるように頑張ります。じゃあ頑張れ、ファイティン。おお午前の講習会お疲れ様でした。お疲れ様でした。だいぶいいっすね。うん、めちゃくちゃいい雰囲気。なんか YouTube メンバーで講習会やるの初めてでしたけど、さすが、さすがっすね、やっぱり。ええ、本当ですか。なんかもう慣れてる、やっぱり。まあ指導歴やっぱあるからね、2人ともね。だからだいぶやりやすいです。まあ子供たちもかなり反応もね、いいし ね。なんかこっちもなんか楽しいよね、やってて。なんか一番楽しんでるわ。あれもでも子供やろうと思ったらもうだんだん僕も午前中なのに声枯れてきたんで、ね、早くも。だいぶね、暑くなるんですけど、うん、あ、お弁当もいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。午後もね、また1時から再開ということで、はい、暑さに負けず頑張っていきましょう。行きましょう。熱いでいきましょう。もらう方は、じゃあの、ボール投げない方でボールを持っていてもらって、力が引かないと投げれないから、投げたらすぐ投げる。でもやると、頭が飛んでる。わかる。暑いですね。いやー、まるで夏。でも長袖着てますね。まあ、日焼けしちゃうからね。まあ、肌綺麗だから、うん。ありがとうございます。日焼けは…はい、ガラスで。あ、ほんとはい、頑張って。ナイス。隣気をつけてよ。隣気をつけて。危ないよ。狭い。隣狭いよ、隣狭いよ。オッケー。いい。うわ、気持ちいい。ここを抜けてあげた方が入りやすい。ポイント取れた場所もあったりしたので楽しくできてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ターンがバレちゃったよ、コーチに。難しかったけど楽しくできたのよかったです、はい、大事。ボレーも決めたしね。そう、硬いんだよね、ボレー。それともラリーになすごくなって試合にはなってるから、なんかもっとこう積極的に、例えば全員に持っていくとかコーチに行くとかみたいなのがあると、もうちょっとこう試合が動いたかもね。試合としてはすごい成立してると思うから、サーブもレシーブもちゃんと入ってるから、からそこのもう一個じゃ点数どうやって取るかみたいなところを意識したら、まあ、1ゲームは取れたかな。またリベンジ待ってます。はい、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大事にしないよ。ナイスサーブ。
どうでした？強いね。強かった？やっぱ前衛とかにいっぱい取られて、全部打ってもつなげてきちゃうから、ずっと長く続くっていう。厳しいところでも続けてくるから、もっと厳しいところ打とうと思ってやります。次加藤。どうでしたか？まあスマッシュとかは打てたんですけど、ポーチボレーとかちゃんとしたボールが打てなかったので修正したいです。はい、速いボールとか差し込まれちゃったり、まあレシーブミスがちょっと多かったので次から直していきたいです。はい、頑張れ。ありがとうございました。練習みたいにしっかり打てずに置きに行ってしまったり、ミスが多くなってしまったので、しっかり打点に入って練習みたいにしっかり打てるようにしたいです。リベンジ待ってます。サービスエースが結構取られてしまったので、速いサーブをもっと取れるようにしたいのと、レシーブがあんまりずっと同じところを打ってて読まれてるところがあったので、ちょっとそこを改善したいです。そうだね。またでもね、まだ1年生ってことなんで、全然その結果を気にすることないかなと思うんで、今出た課題をねまた練習して来年やりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。テニスで結果を出したいというのであれば、しっかりね、私生活であったりだとか学校の勉強というところもしっかりやらないと、例えば地区大会で。いやー、楽しかったね。あと2時間やっちゃう。無理。そうか、先週、ね、ソフトテニスっていう競技に感謝して、またこういう環境を作ってくださった人たちに感謝して、これからもソフトテニス頑張ってください。頑張って。はい、ありがとうございます。はーい、はい、いいよ、この辺。お兄ちゃん、黒色に横ばじゃない。こちら、まあ、今年もね、色紙と見上げていただきました。毎年ありがとうございます。楽しみだ。お疲れ様でした。今日は野草岡村でのエースマネジメント講習会ありがとうございました。ありがとうございました。また、夏の大会に向けてみんな頑張ってください。頑張れ。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。